構造解析について、自然言語処理研究室 B さん福島雅也が発表いたします。参考文献としたのは、前回と同じ本の、2章に書いてある内容となります。まず、文の構造の曖昧性として、例文として白い表紙の新しい本っていう文章を考えます。この文章を日本語で考えると、新しい本があってその表紙が白い、白い本があってその本の表紙が新しい、本があってその本の表紙が新しくて白いっていう3つの解釈の方法があります。それをさらに、英訳してあげると、下のような、一番だったら The new book with the white cover、 The white book with the new cover、 The book with the white new color cover という感じになっていて、白い表紙の新しい本という解釈でも様々な英訳ができます。で、それを解決する方法、曖昧性を解決する方法として、かがり受け構造という考え方があります。これは文中の単語をの関係性を矢印で表示することによって、どの単語に、どの単語が関係するかというものを、表しています。まず先ほどの例を使うと、1番の新しい本があってその本の表紙が白いっていうことであるあれば、まず本が新しいという情報と、そして、表紙が白いっていう情報があるので、表紙に、白いがかかってきて、本には新しいっていう単語がかかってきます。そしてあくまで白い表紙、新しい本には白い表紙がついてるってことで、このような矢印の付け方になっています。2番目であれば、白い本があってその本の表紙が新しいということで、これは、白い表紙の新しいが、白いっていう情報が本にかかってきて、なおかつ、白い表紙の新しいということで、こういう矢印の書き方になってて、3番目は、3番目も文章の通りにやるとこういう矢印付けになってます。で、用語として親っていうのは矢印の指す単語ってことで、先ほどで言えば本とかそういう言葉で、子は、矢印が出ている単語というので、先ほどの例で言うと新しいとか白いとかになります。で、日本語におけるかがり受け構造の特徴として、親は子より右側に位置するということがあります。戻ると、必ず、矢印の方向は左から右っていう風になっています。英語だと、新しいっていうのは、本にかかってきますし、With the white cover も本にかかってくるので、右から左に矢印が存在するってことが英語のような言語だとありえます。つまり日本語だと、機械的に左から右への解析を行うことが可能なとなります。なので英語より簡単に行うことができます。で、
かがり受け解析、その、かがり受け構造を作るために、自動的に作るためにある技術としてかがり受け解析っていうのがあります。その手法として2つの方法があります。まず1つ目として、シフトリデュース法っていうものがあります。シフトリデュース法は、シフトとリデュースっていう2つの操作からなっていて、まずシフトが、まずは処理しない単語列から最初の単語をキーの集合に移動させる、リデュースがリースという操作が、キーの集合のうち右から2番目のキーが木から、右から1番目のキーへ矢印を引くっていう操作になってます。機械学習で、その操作を選択し その操作の選択を、学習して解析を行います。例として先ほどの、1番目の先ほどの例を使うと、まず、全部また未解析なので、まずシフトして、白いっていう単語が出てきて、それでさらにシフトすると、表紙も未単語から、一つのキーに出て また、表に出てきて、さらにまた、シフトしてのも出てきて、それでそこからリデュースで、表紙からの矢印が引かれることになって、これが一つのキーになって、そしてまたシフトして新しいが出てきて、次、表紙のっていう一つの木から新しいにまた一つ矢印が来て、さらにシフトして、本が出てきて、表紙の新しいからまたリデュースで矢印を引いて、最終的に、一つの表紙の新しい本の一つの木に、白いっていう情報をリデュースで、矢印をつけることになります。で、この方法は英語のような後ろから収束できるような言語でも、使用することは可能ですけど、その時には、先ほどリデュースは、左から右に矢印をつけるだけだったんですけど、今度は、右から左にも矢印をつけることができるので、リリースの操作にライトとレフトがつくことになります。つまり3つの命令が、つくことになります。このシフトリリース法のメリットとして、解析速度ということで、解析する速度が速くなります。しかし、その分精度が落ちます。で、2つ目の手法として、MST 法ってことで、ミニマムスパニングツリー法となります。これは、先ほどは、左から順に見ていって、関係を作っていましたけど、かがり受けを作ってましたけど、こちらは文全体を一気に解析するという方法になってます。これは文中の単語の組みから機械学習に基づいて、かがり受けが存在する確率を計算してグラフ構造に表して そこから、最適なキーを探すという手法になってます。このメリットとしてはシフトリデュースよりは精度が良くなりますけど、全体を一気に計算するので処理時間がかかります。MST 法の例として、まず文章から、スコアをつけてグラフに表します。このグラフの中から、スコアの、ここでスコア付けしたスコアによって、最適な木を選択、最適な、枝を、枝っていうか辺を選択して、
まあ、最適な木にします。で、先ほどは、かがり受け構造の解析ということでやってきましたけど、今度は構造解析といってまた別の解析の仕方が存在します。これは句に注目して解析するというので、英語とか、語順が決まっている言語に対して使用するのが最適とされています。日本語は、名詞が、どこに存在するとかが自由にできるので、まあ、あまり句構造解析というよりはかがり受け解析がよく使われています。この句構造解析は、動詞句とか名詞句とか形容詞句とか名詞句とか助詞句を、まあ、にはどんどん分けていって最終的なものを求めるという感じになってます。で、例を出すと、新しい本があってその本の表紙が白いという内容にするなら、まず名詞句から、形容詞と名詞、そして助詞句に分けて、そこから助詞句の中からさらに、名詞句と助詞に分けて、さらにここの名詞句の中からさらに形容詞と、名詞に分けるっていうような感じになっていて、この方法だとどの情報がどこに当てはまるのかが分かりやすくなっていて、例えば新しいっていうのはまた別、表紙とはまた別だっていう、新しいは本に対する情報であって、まあ、表紙には全然関係ないよっていう、まあ、そういうことが分かります。それで、まあ、今日の発表内容として、かがり受け解析、かがり受け解析と句構造解析について説明して、かがり受け構造の解析の中には、シフトリード法と SMT 法があるということを、まあ、発表しました。これで発表を終わります。